毒性。毒性、毒性とは単一の化学物質、または複数の物質の特定の混合物が生物に損傷を与え得る程度を表すものである。毒性は動物、細菌、植物といった生物全体に対する影響のほか、細胞、細胞毒性や肝臓、肝毒性などの器官すなわち、生物の部分構造に対する影響についても指す。 日常的な用法において、この言葉は中毒と多少なりとも同義語になることがある。毒物の影響は容量依存的であるというのが毒性学の中心的概念である。水でさえも過剰に摂取した場合は水中毒につながる可能性があり、一方でヘビ毒のような猛毒物質であっても毒性作用が出ない容量が存在する。 この容量反応の限界という概念を考慮して、近年では新たな薬物毒性指数が提案されている。DTI は薬物毒性を再定義し、肝毒性薬物を同定し、気候的洞察を与え、臨床天気を予測するもので、またスクリーニングツールとしての潜在性がある。毒性は種特異的であるため、異種間の分析において問題が生じる。 毒性評価項目の概念を維持しつつ、動物実験を回避するための新しいパラダイム及び、測定基準は進化を遂げつつある。一般的には、科学的毒性、生物学的毒性、物理的毒性、放射線毒性の4種類の毒性物質がある。毒性は、目標物、生物、機関、組織、または、 細胞に対するその影響によって測定することができる。一般的に個体は同じ容量の毒性物質に対して様々な程度の反応を示すため、個体群における個に与えられる結果の改善性と関連する個体群レベルの毒性尺度がしばしば使用される。そのような尺度の一つが半数値資料である。そうしたデータが存在しない場合、基地の類似する毒物との比較や、 類似の生物における似たような暴露との比較によって推定が行われる。その後にデータ及び評価プロセスの不確実性を説明する安全率が加味される。例えば、ある容量の毒物が実験用ラットで安全であれば、その10分の1の容量が人にとって安全であると、カテスト、両者の哺乳動物間の主観斎を安全率10で許容することができる。データが魚からの場合、 両者の積作動物クラス、魚類と哺乳類間の、より大きな違いを説明するため、この率を100で使用する合わせもある。同様に、妊娠中や、特定の利病など、毒物の影響を受けやすいと考えられる個人には、保護率を増やして使うことも可能である。このほか、効果が他の化合物と非常に類似していると思われる、新たに構成された、まだ未研究の化学物質には、 おそらく効果の差もより小さいことを考慮して、追加保護率10を割り当てることも可能でる。このアプローチが非常に近似的なことは明白である。しかし、そういった保護率はわざと非常に保守的な数値にしてあり、この手法が多種多様な用途において有用であることが判明している。がんの原因となる物質の毒性のあらゆる側面を評価するには、さらなる問題がある。 というのも発がん性物質に対して最小有効量があるのか不明瞭で小さすぎてそのリスクを確認しきれていないのでや。さらに完全な効果を生み出すのに必要なものが癌が細胞に形質転換された単一細胞だけのこともあり得る。単一ヒット説。純粋な化学薬品よりも化学薬品混合物の毒性を判断する方が難しい。なぜなら 個々の成分はそれ自身の毒性を示すが、成分同士が相互作用して増強、または低減の効果を生み出す、可能性があるらである。一般的な混合物には、ガソリン、タバコの煙、産業廃棄物などがある。機能不全の下水処理場からの排出物など、化学物質と生物学的物質の両方を含む、複数種類の毒物がある状況はさらに複雑となる。 様々な生物学的システムに対する毒性の全臨床試験が、知見薬に固有の生物種、器官、容量への毒性効果を明らかにしている。物質の毒性は、物質への偶発的曝露の研究細胞や、細胞株を用た、生体外実験実験動物における、生体曝露により観察することが可能である。毒性試験は主に、ガ新毒性、 皮膚や目への刺激といった特定の有害事象やその終点を調べるために使用される。毒性試験はまた無毒性量の算出にも有用であり、臨床試験においても役立つ。物質が規制を受けて適切に取り扱われるためには、それらが適切に分類されて表示される必要がある。分類は承認された試験方法、または計算によって決定され、 政府及び科学者によって設定されたカットオフの水準、例えば、無毒性量、許容濃度値、対応追日摂取量レベルが定められている。殺虫剤は、安定した毒性ランク及び毒性ラベルのシステム例である。現在は試験の種類、試験数、カットオフレベルに関して、多くの国が異なる規制を行っているが、科学品の分類及び表示に関する世界。 調和システムの推進がこれらの国をまとめつつある。同分類は、物理科学的危険性、爆発物及び加工物、健康上の危険性、環境上の危険性という3分野に目を向けている。物質が全身を致死させたり、特定期間を致死させたり、重大あるいは、軽度の損傷を負わせたり、癌を引き起こす、可能性がある毒性の種類。 これらが毒性とは何かについての世界的に認められた定義である。この定義から外れるものは何であれ、毒物の形式として分類されることはない。詳細はお参照。急性毒性は、傾向、経費、または吸入暴露後の致死的影響に着目している。重態度は五つの区分に分類され、そこでは区分一が最も少ない量の曝露で致命的になるもので、 区分後は最も多量の曝露が致命的にあるというものである。以下の表は各区分の上限を示している。中期未定義とした値は傾向または経費での区分後の値と同程度の投与量であると推定されている。皮膚への腐食性及び刺激性は皮膚のパッチテスト分析を通して決定される。これは損傷の重大度、 すなわち発生した時期やどれだけの期間それが残るのか、それが、過逆的か否か、そして何人の被験者が被害を受けたか、などを調べるものである。物質からの皮膚腐食とは、土腐から4時間以内に表皮を通って神秘に浸透するもので、その損傷が14日以内に元に戻らない、必要がある。腐食ほど深刻ではない損傷を示すものは、皮膚刺激性とされる。 具体的には、塗布の72時間以内や14日以内に3日、連続して塗布した後に損傷が発生するもの、または2人の被験者で14日間持続する炎症を引き起こす場合である。塗布の72時間以内や3日、連続塗布で、皮膚刺激性ほど深刻ではない小さな損傷については、軽度皮膚刺激性とされる。目に対する重篤な損傷性は、 21日間で完全回復しない組織損傷、または視力低下を含むものである。目刺激性は21日以内に完全回復する、目の変化を伴うものである。環境に対する有害性は、環境に悪影響を及ぼす任意の条件、プロセス、状態として定義し得る。これらの有害性は、物理的、または科学的なもので、空気、水、 土壌に存在する可能性がある。これらの条件は生態系内の人間や他の生物に多大な害を及ぼす可能性がある。EPA は試験及び規制を行う優先汚染物質のリストを維持管理している。不思議の国のアリスに出てくる帽子屋のように気が狂うマットハッター、狂った帽子屋との表現は帽子の形状を整えるのに有毒な化学物質。 主に水銀を使っていた帽子屋に関する職業上の基地の毒性に由来する。芸術で使う道具、素材、手法の毒性は必ずしも十分に理解されていなかったものの芸術における有害性は芸術家にとって何世紀にもわたる問題であった。有毒元素の中でも鉛やカドミウムは芸術家が使う油絵の具や顔料として取り入れられることも多く。 例えば、塩白、カドミウムレッドなどの名前がついている。20世紀になると版画家や他の芸術家が接着剤、塗料、顔料、溶剤に含まれる表示の多くに毒性表示が与えられていない有毒物質、有毒な技法、有毒塩を認識するようになった。シルクスクリーンを洗浄するためのキシロール仕様がその一例である。画家たちは、 テレビン油などの塗装媒体やシンナーを吸うことの危険性に気づき始めたのである。1998年にキース・ハワードはスタジオやワークショップ内にある有毒物質に気づき、フォトエッチング、デジタルが増加、アクリルレジストのハンドエッチング法を含む12の革新的な黄斑印刷の正義術を消実し、無毒黄範印刷や無毒リトグラフの新しい、 方法を導入することを発表した。多くの環境健康マッピングツールがある。トックスマップはアメリカ国立医学図書館の専門情報サービス部門からの米国地図を使用した地理情報システムで、これは米国環境保護庁の有害化学、物質排出目録やスーパーファンド計画のデータを視覚的に探索する手助けとなっている。トックスマップは米連邦政府より 資金提供されているリソースである。トックスマップの科学的及び環境的健康情報は NLM の毒物学データネットワーク及びプブムドや他の信頼できる情報から取得されたものである。水生生物毒性試験では知死レベルを決定するために魚や甲殻類の主要な指標となる塩をその環境中の特定濃度の物質に暴露させる。距離は96時間。 甲殻類は48時間暴露される。GHS では 100mgL を超える毒性は定義されておらず、米国環境保護庁は現状 100ppm を超える濃度における水性毒性を実質的に無毒としている。中期区分4は慢性暴露に関して確立されており、水溶性が低く水中溶解度までの濃度では急性毒性が現れず、 急速分解性ではなく生物蓄積性を示す。ロック4であるもの。物質の毒性は、投与経路、毒素が、皮膚に塗布か、摂取か、吸入か、注射か、曝露時間、短期か長期か、曝露回数、強時的に、単回投与か複数回投与か、毒物の物理的形態、固体、液体、気体、個人の遺伝的構成、個人の全般的な健康状態、 その他多数の様々な要因から影響を受ける可能性がある。これら要因を説明するのに使われる用語のいくつかはここに含まれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。